キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信簿、ヤクルトスワローズ、これラストですよ。うん、ねえ、はい、まあ、2連覇して、うん、もう一瞬ね、最下位になるんちゃうかっていうところをね、うん、まあ、5位で踏ん張って、はい、ね、なんとか高須さんも王座奪還しなきゃいけないところでね、うん、はい、ドラフト1位、竹内君行って、はい、で、抽選で外して、うん、選手の西舘君っていうところでね、はい、まあ、仮想ドラフトも竹内君で、視聴者希望も竹内君で、佐藤も袴さんも先生も全員竹内君で、5位1位じゃないかってね。でこれで竹内君じゃなかった、多いってなるところがね、きっちり竹内君だったけども、はい、まあね、外したっていうところはね、あるけどもね、はい、こう佐藤なんて言ってましたか、はいはい、必要なのはもう完全に投手陣、目安はもう取らなくてもいいぐらい投手が必要だとで守護神系のパワーピッチャーが欲しい、大型高卒内野手もまあいたらいいねと、で1位2位で投手、3位野手とか、で、まあ、まあ、ほぼほぼ、まあ、投手でいいよって話でした、ね、はい、まあ、ということでね、まあ、抽選外して次ね、俺細野くん行くかと思ったのよ、私もそう思いました、なんか細野くんと竹内くんで悩んでるみたいな感じの声も聞いたから、細野くん行くのかなと思ったらね、西舘くんっていうところで、はい、右に行ったんですね、ね、目標のピッチャー上原さんだからね、長身から投げ下ろす角度あるストレートは最速152キロ、投球技術に長けるクレバーな投手、開幕ローテ入り狙うっていう、ね、ところで、はい、でまあ、2位がね、松本君、トヨタ自動車から、はい、日本選手権1安打完封してるよ、先発の一角で、3位、ね、石原君、明治から、これも先生がめちゃくちゃ推してたじゃないですか、石原君、でも確かに私先生すごいなと思ったんですよ、うん、石原君よりもどちらかといったら村田君の方がこう牧田君とかの方が名前が結構前に出てたんですよ、でも先制情報によると石原君が明治で一番なんかいいと思うみたいなこと言ってたら一番最初に呼ばれましたよね、石原君ですね、あ、先生さすがと思った、え、キャッチャー鈴木京来ました、高橋さん、はい、常葉菊川高校から、高校の、まあ、堀君か鈴木君かみたいなところあったんで、鈴木君取ってきましたね。だからこうなってくると中村いて古賀いて内山そのうちコンバートしそうやな、どっかにね、まあ、今3番手としたらキャッチャーも使えて、だからヤクルトにとったらめっちゃ便利いいと思うんだよね、内山がね、はい、でもそういったところで言うとそのね次を担う古賀内山が1軍にいるから、この鈴木君を2軍で強化できるよね、はい、空いてるからね、うん、まあ、松本とかいるけども、だそこでしっかり強化して次世代を狙うっていうところでは、はい、まあ、ここの指名は良かったかな、育てても将来の正捕手で、はい、で5位が伊藤君ね、BC から、新潟21歳内野手ですね、ちょっとね今年長岡もバタついたし、うん、竹岡もそこに、まあ、食い込んできたけど中岡落ちたから出てただけでまたそこに何か一つプッて出るものもあるし、まあ、山田哲人がちょっと今踏ん張りどころやなみたいな、打率が2割5分1回かないかみたいな感じで、ホームランも10本ちょっとやから、まあ、まだ若いのにね、こっからこのどうなるかっていうところで、まあ、次もね、宮本とかいるけども考えなきゃいけないっていうところで、まあ、しっかりこのね内野抑えといたのかなっていうね、はい、っていうところでは、まあ、バランスはね、非常に良かったし、まあ、分かりやすかったかなと、はい、でしかもよ、大型高卒内野手欲しい、はい、おらんやと思うやん、いいね、育成に、お三刀屋高校、これ三刀屋なんですよ、三刀屋、はい、三刀屋じゃん、でも私はね、三刀屋ってね、言っちゃってね三刀屋ですよってね、結構ね三刀屋高校、三刀屋高校、初のプロ野球選手なんだよねらしいです、はい、高野くん、ほら高卒大砲系、これ結構チャンネルでもね取り上げてましたよね、そう、だから良かったよね、はい、あの伊勢のラオウとともに佐渡ちゃん推してる、推してましたから、佐渡ちゃん推しだから、はい、高野くんね、だからまあね大砲系でだって176センチ90キロだからね、結構いい、いい体だよ、失礼しますよ、俺の2006年とか7年の時の体重だよ、俺身長175センチだから、よしうまくね育っていけば、はい、将来的にひょっとしたら村上がファーストに行く可能性っていうのもね、十分考えられるからね、いや楽しみな選手ですね、あと1位もね高橋君が台湾から、台湾から来てるんですね、だからどういうピッチングするかねっていうところは注目したいよね、そういったところでは全体的にバランスは良かったんちゃうかっていうね、でもこう1、2、3はやっぱり即戦力系のピッチャーっていうところでね、こう意図は分かりますよね、まあ、つんだもうどうピッチャーだからね、まあ、あとはヤクルトで来年ね塩見が怪我しないでっていうところと山田哲人の復調は重要だし、でサンタロースさんもちょっと全部ちゃんといたわけじゃないからね、そういったところでは
あるけどもね、うん、まあ、正直外野とかもいてもいいのかなって一瞬思ったけどね、うん、まあ、大木がもう、まあでもね、あれがいるか、北村と沢井、だこの2人がね、野手がうまく入ってこれればね、はい、なんか長打力もあるし、2軍ではもうね、結構無双状態になってるからね、うん、やっと1軍で結果出すだけっていうね、まあ、今年1軍でね、経験も積んで試合も出てたっていうところもあるからね、だからそこら辺の期待値もね、多分あるっていうところで、こういうドラフト編成になったと思うけど、うん、後ろに行く選手とかいないのかな、ここから。どうなんですか、ね、ここは松本剛也なんですよ。松本剛也どっちでもいけると思うんですよ、うん、彼の球とか見ると後ろに回すんじゃないかなって思ってはいるんですよ、うんうん、後ろにやっぱり一人いた方がいいと、まあ、あとは外国人後ろでも、あとはね、ヤクルトの一番の問題点は、うん、来年外国人選手登録、うん、元の4人に戻ったら、オスナ、サンタナ、サイスニーと、ピーターズ、ロドリゲス、はい、使われへんねん、うん、誰か1人がハブれんねん、はい、そしたら多分ロドリゲスやと思うね、はい、コロナ禍だったら、うん、でそうなった時に先発の要因がね、うん、1人いるようになってくるし、うん、でヤクルトはね、この外国人選手登録問題が5人のままなのか、ね、コロナ特例でね、うんうん、で、あそこでね、もともとの4人に戻るのかによって、うん、多分投手の編成がめちゃくちゃ変わってくると思うから、うん、この3人のピッチャーにかなり来年の順位は重要になってくると思うね。石原君後ろの可能性もありますね。あのなんか一応この説明には、あの救援の適性があるって書いてましたね。落差の大きいカーブも魅力で、空振りが奪えるサウスポー、救援の規制もあるって書いてます。でもあのカーブが得意なやつでリリーフっていないんだよ。そうなんですか。おらんくない。カーブめっちゃ、カーブが武器なんだよっていうリリーフピッチャー。確かにそうですね。先発のイメージ多いですね。うん、やっぱリリーフっていうのはもう真っすぐとフォークとかチェンジアップとか、やっぱこの三振が取れる、うん、どっちかっていうとそっちのタイプが多くて、はい、カーブ武器でリリーフって多分ほぼほぼ確かに。マイケル中村さんぐらいしますか。いや、あれはだってカーブもあるけど、基本的にはスライダーとかカットとかだから、カーブも投げれるけど、ただロッテリーと荻野とかもカーブ投げれるけど、主がカーブじゃないから、5回とか6回の長ロングぐらいでカーブが得意っていう選手はいたけど、方程式でカーブが一番得意ですっていう選手でいたかな。確かに石原君はこうキレのいい直球とカーブで多分空振り取るっていうタイプ、ね、だからチェンジアップだから、どっちかっていうとこの投球のパターン的には岸と同じ、岸やと思うね、まっすぐチェンジアップカーブっていうところ で、ね、まあ多分スライダーとかカット系も投げれると思うけど、コンビネーションで言うと岸の投球スタイルの左バージョンって感じですか、やと思うね、うん、だからそう考えたら高橋奎二の方がリリーフ適正やんね。そうね。ああ、なるほど、そうなんだ、うん、じゃあ先発か、うん、だからまあ松本か西舘かどっちかが、うん、もしくは吉村を回す可能性あるんですよね。リリーフ？リリーフ。昨年最後中継ぎテストを行ってるんですよ。今年か。今年の最後中継ぎテストを行ってるから、うんうんうん、僕はもう里崎さんでスカウトとしては石原君は先発で見たい。見たい。西舘君も先発で見たいな、ね、やっぱ1位でね。だから知るのは松本君かなと。うん、この3人にかかってるよ。うん、いやでも楽しみなピッチャー3人取りましたね、うん、でもこのピッチャーによって決まるからね、うん、そうですね、来季がね結構、うん、まあ、吉村くんがこう伸びてくるとかね、伸びてきて、うん、まあ、あとは山崎達也選手とオリックスが取ってくるっていう、うん、あ、高橋奎二復活しないといけないから、はい、やらなきゃいけないことたくさんあるよ、いっぱいありますね、もうあの安心材料、まあまあ小川かなみたいな、はい、10勝はできるっしょ、うん、いやでも10勝7敗ぐらいかみたいな、うん、ところあるんで、じゃあもうちょっとまたあの弱い時のヤクルトで投手陣なんとかっていうところになってるから、はい、うん、まあ、そこら辺はねちょっと踏ん張っていかなきゃいけないな、うん、ね、ということでヤクルトのドラフト評価 B プラス B？ はいはい、 B プラスです。 B プラスね、はい、今 B クラスって聞こえて、はい、B プラス B プラスね、あの、はい、意図は分かるんですよ、はい、意図は分かるんだけども、うん、もうハマらなかったら、うん、ちょ B クラス突入します。はい、もうここハマらなかったら終わりだから。そうですね、うんうん、次の矢ないから、はい、このドラフトで言うと、うん、1年後の今日、はい、A になってる可能性もあるし、うん、だから A の可能意図は A だけど、うん、大丈夫 B プラスみたいな、はい、わかんない。でも来季竹内来てたらそれはもう A よ、うんうん、でも来季西舘くん石原くんとかがなんと10勝なんてしたらもう S です、ね、もうもちろんもちろん、だからそこら辺のちょっともろ刃の剣、はい、ドラフト確かに、しかも未来のピッチャーはあんまり取ってないっていうのもね。そうそう、だからここが変化はまらなかった場合、あ、ね、うん、
危うくなってきます。前回のオリックスバージョンで言いましたけども、うん、ね、そこを厚くしていくと、はわらなかった場合、うん、次行く人たちがいないから、うん、もう全体的に暗黒時代に突入仕掛けるっていうボロハの剣ドラゴンだから、はい、このかかってるこの3人に、うん、ヤクルトの未来はこの西舘君、松本君、石原君、そして去年の吉村君、はい、この4人にかかってます。大事ですね、うん、だから上にも下にも行く、はい、B プラスです。 B プラス、はい、はい、うん、でもなるのか何年後かに意図ははっきりしてるんでね、うん、でもこれもう危険をはらんでる、はい、ボロ派の剣ドラフトだから、うん、まあ本当ね、うまくはまれば一気にグッっていうのもあるし、はい、はまらなかった場合毎年やらなきゃいけない風になってくるんだよ、うん、ピッチャーを、うん、っていうね、ところで、まあ、そこのね選手たちがどう頑張れるかっていうところがポイントなんで、はい、まあ、ヤクルトファンの皆さんね、うん、ぜひコメントお待ちしてます。はい、さあでももう準決終わりましたね。そうだね、これで終わりました。うん、S 出たところ結構でもありましたね。 SS が1球団あって、 DNA、うん、DNA、 広島、オリックス、 DNA、 タイガース、阪神、オリックス、はい、今年結構 S 出しましたね。 SS が1球団、うんうん、西武ね、うんうんうん、そうだね、うん、まあそんな感じのような気がする。まあでもこんなのね、うん、点数なんて当てにならないんだよ、はい、D10 年後 S だから。そうですね、うん、答えは5年後10年後だから、はい、この選手たちがね、うん、でも一つ言っていくと、サザキチャンネル昔やったあのドラフト総チェック、はい、ね、あのコロナの時に全部チェックしてやりましたけども、うん、あの夢を壊すようで申し訳ないんだけども、うん、こん中から10年後、はい、チームの主力になってるのは平均 11% です。あ、でも1割は超えたぐらいの。だから1チーム1人いないんだよ。あ、そっか、もう全員ダメってこともあるわけですもんね。そうそう、平均 11%、 そうですね、まあ、その一つのドラフトに、うん、もう 24% ぐらいもし仮にいたら、はい、どっかのドラフト 6% ぐらいになるから。そうですね、うん、やっぱ15人ぐらいだから主力っていうのはね、うん、で1軍登録メンバーが、まあ、コロナ禍でいうと30人だったけど、うん、通常でいうと、まあ、29人だから、うん、そういったところの常に主力っていうと、まあ、15ぐらいになってくるじゃん、はい、11% です。誰が残るのか。あ、だから紹介しましたけど、はい、1人っす。1人、それ1位かも分かんないし、うん、8位かも分かんない。さあ誰が残ったのね。ねえ、0人あるからね、うん、でもこれやっぱ振り返るのがサタダシチャンネルのいいところなんで。そうそうそう、またこれは追いかけていくんでね、はい、この発言をもとにね、はい、あんなこと言ってたけどっていうね、うん、あのまたサタダシが振り返って自分で謝罪します。はい、はい、さあということでね、はい、皆さん長い間ですけどドラフトありがとうございました、はい、続いてはですね、また年末にかけて、うん、いろんな大型企画突入していきますので、はい、あとクリスマスには里崎賞ありますので、はい、今年は誰が手にするのかね、うん、はい、あ、そうだ、里崎賞ね、はい、楽しみ、はいはい、ぜひね、チェックしてください、はい、ということでありがとうございました。